い、それでは続きやっていこうと思います。さて今回はここですかね、一番最後のミッションというかやっていこうと思います。こう未来のね、太陽神殿ってところです。あ、なんか出た。あ、早速バトルなの？マジか。サンオブサンプロメイ、これ何からやればいいんだ。アイスガとか効くかな。全体攻撃がいいかな。外れ反撃。おお、何これ、反撃されちゃうの。あ、じゃあやばいじゃん。やべえ、ちょっと待って、じゃあこれ全体攻撃やばいんじゃない。あ、反撃フレア。おお、やばい、ちょいちょい。あ、やばい、これマール死ぬんじゃない。あーぶ。おお、あー、これ単体攻撃で攻めていかないとダメだな。これマール生き残るか、大丈夫かな。危な。どれ。あ、これ、あ、なるほど。フレア。やばい、これ、マール死ぬ。ちょー、もう。あれだよ。あれもいいところだよ。ちょっと待って。ラストエリックス、あれ、アテナの水か。はい。もう初見潰しもいいところだよ、これ。やばいじゃん。ちょっと待ってよ。アテナの水、ケアルガ、ケアルガして、やばい。なるほど、外れと当たりがあるわけか。やばい、あやばい。ちょ、ケアルガ、よし。いやー、もうこれ立て直して大変だな。で、これも王様大丈夫。いや、マールが心配だな。いや、ハイエーテルじゃん。ハイポーションを魔王様に使って。で、これで、今、攻撃通るかな。あれ、通らない。あ、ちょっと待って。何こいつ。やばい。やるか。どうすればいいんだ、やばいな。ケアルガして、痛い。いや、またフレアしてくるかな。やめておくれ。アイテム、違う、ハイエテルじゃない、ハイポーションで、ハイポーション。あ、これで予約立て直ったかな、ルーレットシャッフルって。ねえ。あ、ちょっと待ってよ。ケアルで、どうすればいいんだ。でも、いちいち反撃してくるからな。難しいよね、技。ピー、やめて。ちょっと待って。回転オーラは危険だな。あ、でも、回転オーラでいくか。よいしょ。敵エンハイン暗黒ボム、マジックバリア。マジックバリアでもかけとくか。じゃあ、なんか攻撃が高いな。よいしょ。
ってヘイストかけて、よいしょ。どうしようかな、全体攻撃で一気に当たり見つけちゃった方がいいか。あふりゃもうやだこれが。やだー。あでもなんかちょっとは、待ってよ、ハイスがファイがサンダガで全体攻撃して、これは痛いけど、これは外れ、おお100は痛いな、外れ、これも外れ、どれ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 、あはい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 、右か、魔王様で、ある魔王様にして、で技敵単体乱れ斬り、こいつか、こいつが当たり、よいしょ、ゲー、もうめんどくさいなこいつ。おーなんかあれだな、単体攻撃でバシバシやっていくしかないっぽいなこれ。よいしょ、ちょ今ねこいつが当たりなんですけど、よし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 、えピロピロンってなってるから、あーまたルーレットした。何がいいんだ、回転オーラして、よいしょ、これは外れ、よいしょ、順番順番にやっていかないときついなこれ。外れ、外れ、あこれか、おおここか、あーまたルーレットしちゃう。これ HP どんぐらいなのこれ、もうやだほんと、やばい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 、これラピスが結構あったような気がするな、ちょっと待って、ラピスあった、あめっちゃあるラピス、よしよしよし、ラピスで回復して、これは？この外れかな？外れ、よいしょ、おおマジか、外れが、外れ引いてっちゃうね、シャッフル、もうやだ。こいつどうすればいいんだよマジで。お、こいつか。これめちゃめちゃ時間かかるかもしれない。周りの炎ってこれ倒れることってないのかな、ね、反撃のやつが痛いからね。
なかなか全体攻撃でこのフレアが本当に嫌だから、それが飛んでくるぐらいだったってもうすぐシャッフル始まっちゃうよ。あ、危ないねー。何かを失っていくって。あ、ちょっと弱くなってきたかな。外れ。よかったのかな。勝った、やった。危ねえ、なにこれ。あれ、あ、ここか。お、ほう、太陽石だな。長い時のうちに光を失ってしまったか。しかしもう一度太陽の光を当て続ければエネルギーを取り戻せるだろう。6500万年以上は必要だろうがな。あー、ということで原始に行くんだな、この後。そう、それでね、動画編は、一応ラボスを倒した時点で終わりにしようかなと思ってます。そうなのよ。で、今後の話をするとね、そうね、なんか最近動画を撮る余裕があんまりなくって、で、正直なんか生放送の方が、まあ、毎日はできないと思うけど、やりやすいっていうのもあってね、ちょっとクリア後の世界は生放送にしようかなと。今までもね、ドラクエとかはラスボス倒して以降は割と生放送でねクリア後やってきたっていうのもあるので、クロノトリガーもそんな感じにしようかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっとね、新しい実況もやりたいしねっていうのもあって、ということでちょっとセーブしましょう。じゃあちょっと原始に行こうかな。じゃあセーブ終わりましたので、原始時代、ああ間違った。そうなのよ、ちょっとクリア後になっちゃうと思うんですけどもね、まあアーカイブ残しますので、放送が荒れない限りはぜひぜひ生放送遊びに来てください。ということで原始行きましょうか。古代文明原始、よし。これあれだよね、なんか石置くところあったよね、なんか右上の方。そう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 、ね、こう見てるとさ、どん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 大陸がなくなってったんだなっていうのわかるよね、昔から未来見てるとね。ここかな、よいしょ、光の祠、ドゥンドゥンドゥン。太陽の光がきっとここが一番太陽に愛されている場所なんだろうね。おお、これで置けばいいのか、なるほどな。あとはシアバードでいい、そうだね、一足飛びだね。よいしょ。さあ、じゃあ、そのまま未来行けばいいかな。さて、これで未来行けば変わってるかな。ここだよね、ここにあるはず。あれ、ない、なんで、ない、暗黒石がないよ。けどなくなってからだいぶ経ってるみたいだね。他の時代に行ってみようよ。何って感じなんだけど、マジか、他の時代か。じゃあ古代文明、この時にあるのかな、見てみよう。よいしょよいしょよいしょ。あれ、ここでいいのかな、場所的にはここだよね。あった、あ、この時にあるってことは中世現代の間だな、なくなったの。ほう、次ちょっと中世行ってみましょうか。よいしょ。あ、あるな。ってことはな、ちょっと待ってよ、現代でなくなったのか。中世もありますね。よいしょ。
これ誰かが盗んだのかな、のっぴきならないやつ、あのたたられてしまえ。はい、よいしょ、じゃあ降ります。ここに、あ、ここでないのか。ここにもない。この地名は誰かが持ってっちゃったのかな、ぽいですね。どこだろう、ちょっと探索しましょうか。すぐ下の、あ、ここ勇者のところか。この町、町長の屋敷、誰か足を知りませんか。違うっぽいな。よいしょ、このままの来て勇者の墓、もう勇者の墓は用なしだもんね、ちゃんと見ましたよね。よいしょ、多分あれだよね、これ全部攻略したらもうラボスと戦えて、一応メインストーリーはエンディングって感じかな。サルア様とその親友の話。サルア様にはグレンという名前の親友がいたんですって。そのグレンという人はサルア様が魔王に殺された後、伝説の剣を手に魔王軍と戦ったそうよ。とこの友情よね、うるうる。カエルですね。伝説の太陽石って知ってるか。トモイセがムンってやつに殺気を起こされた虹色の貝殻ってたからと掛け合わせるとすっげえ武器が作れるらしいぜ。古代の書物に見つけた情報だ。あ、ちょっと待って、私なんかやってないことあったな。ごめん、なんか前回、ちょっと待って、買う、なんかある。武器は購入できないのか。パレポリから来たっていうのによ、ちょっと待って、私なんか一個やってないよね。あれだ、虹色の貝殻全部、まだ全部終わってないや。ごめんなさい。わあ、ちょ、テンパっちゃったよ。ちょっとまあとりあえずこれを終わらせてから残りやるかね。虹色の貝殻の続きね、本当にね、これまた久しぶりに動画を撮っているわけで言い訳になるんですけれども、前回の動画見直してくればよかったな、申し訳ない。よいしょ、ここには何もなかったですな。次、横の大陸行きましょうかね。あ、足がしびれる。あ、なんかあれ、なんか光がポーポーしてんだけど、何これ。暗黒石、そんなもの知らねえな。ちょっとこれつらいよね、この家族の事情。うん、撃っちゃうよね。あれ、でもここめっちゃ光ってたよね。でも話しかけても何もない。ほら、ここ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 めっちゃ光ってる。どうや、この辺だろうな、きっと。巻きがいて、仲良く人と暮らすモンスターもやのピアノ弾きさんとか。400年前、フィオナという女性が不思議な鉄の人形に手伝ってもらって北の大地に森を蘇らせたそうです。神殿にその鉄の人形を安置されていますよ。ロボですね。ぜひ聞いていっておくれ。トルースの千年祭行っちゃった。こんにちは。じゃあ派手なやつで。こいつかわいいな。よいしょ。あれ、ここに何かあるはずなんだけどな。絶対そうだよね。そんなもの知らねえな。蝶々っていなかったっけ、こいつ。もちろん父さんよ。ん？部長よね。めっちゃ光ってんだけどな。絶対何かあるでしょ、ここ。あらー。あれか、もしくは虹色の貝殻の話終わんないとどうにもなんないのかな。ここも何もなかったよね。
よいしょよいしょよいしょ。グッズマーケット。違うね。宿屋も違うよね。これなんだろう。もう一回行ってみるか。あそこ光の祠だっけ。もう一回行ってみよう。絶対そこだと思うんだけどな。やっぱ虹色の貝殻の剣終わらせないと動かないのかな。なんかフラグを立てないといけないのかなって感じなんだけど。よいしょ。よいしょ。いや見たもんね、ここないって言ってたもんな、丸が。ちょっとねいろいろ調べてみたんですけど、なんかなかなか動かないので、ちょっと虹色の貝殻の剣を終わらせましょう。ちょっとね本当はねそちらの方を先にやるべきだったんですけれども、ちょっとね今回こっちのね暗黒石のお話を先にやってしまいましたので、じゃあ次回はねちょっと戻って虹色の貝殻の剣進めていこうかなと思います。そしたらねここ進むといいんだけどな、申し訳ないです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。